はい、皆さんこんにちは。今日は少し変わったはいだしょうこお姉さんの絵について紹介したいと思います。昔からのファンはご存知な方は多いとは思いますが、はいだしょうこお姉さんはお母さんと一緒の絵描き歌の時に爆笑をさらうような絵を描いたことがあるんですね。その絵はスプーの絵です。卒業した後もシエンタの絵を描いたり、車の絵ですね、シエンタは。そしてドラえもんの絵を描いたり、その他にもいろんな絵を描いて爆笑をかっさらっていっていますね。そんなしょうこお姉さんの絵をまとめてみましたので、皆さん他にも探していろいろ見つけて笑ってみてください。はい、今日はそれだけになりますが、はいだしょうこお姉さんの絵についてまとめてみました。次の動画を楽しみにしていてくださいね。